山形県鶴岡市西北町付近国道345号は、新潟県新潟市中央区から山形県薬見国湯座町に至る一般国道である。ほぼ全線にわたって国道7号と並行している。新潟県内の区間は国道7号から海岸より、山形県内の区間は内陸よりを並行している。また、新潟県新潟市から同県村上市にかけて、 日本海東北自動車道が新潟県村上市から山形県鶴岡市にかけて JR 越本線がそれぞれ並行している。新潟市から聖路町の区間は新潟西港、新潟空港、新潟東港などの重要な港湾施設付近を通過する。聖路町以北は日本海沿いのルートとなり、特に村上市内の区間は日本百景に指定されている笹川流れを通る。 山形県内ではルートが内陸寄りとなる。このうち鶴岡市内の区間は一部大型車通行不能の強いな区間があり、当期は通行止めとなる。一般国道の路線を指定する政令に基づく奇襲点及び経過値は次の通り、現行の道路法に基づく一般国道の路線として1974年11月12日、 政令第364号の交付によって第3次追加指定され、翌1975年4月1日施行によって国道になった路線である。路線指定当初は村上市山形県阿久見国湯座長官の国道指定を受けていたが、村上市政については1981年4月30日政令第153号の一般国道の路線指定交付。 翌1982年4月1日施行で、これを延長する形で、新潟市山形県薬味郡湯座長官が国道指定された。新潟市体内市間は国道113号との重複区間である、日本海の継承地である笹川流れを通る区間は、交通難所で国道指定を受けた1975年当初は、松陰第三水道や網力水道などの、 木製支歩行を持つ高道のようなすぼりトンネルがいくつもあり、道路改良が終わる1980年代半ば頃まで使われた。結果、この区間では非常に多くのバイパス道路が建設され、多数の区間が国道指定当初のルートから変更されている。笹川流れ周辺の区間は国道昇格前の1968年までに自動車通行可能の道路として、 全線開通したが、1980年代までは、集落内の生活道路や断崖絶壁で、海岸沿いの非常に脅威な福音が続く、未改良区間が多数存在していた。このため、国道昇格後の1980年代以降、特に自動車の通過が困難であったトンネルを中心に、順次改良され、現在は、おおむね2車線で整備されている。 バイパス、新潟県山形県起点から、体内市までの区間は、国道113号と完全に重複している。ただし、道路標識の案内は、国道113号のみである。なお、新潟市北区の一部の区間で、新潟県道46号、新潟中央環状線とも重複しているが、この区間では、国道113号と県道46号の案内が、 両方設置されている一方で、国道345号の案内は設置されていない。また、国道113号の起点は、新潟市中央区の本町交差点である一方、国道345号は、同区東港線十字路であり起点は異なる。トンネルと、橋梁、編集道の駅、編集新潟県北部の日本海の海岸線に沿って、 国道345号が走る笹川流れは、海から打ち寄せる波の侵食作用でできたメガネ岩などの数々の木岩や洞窟がある、約11キロメートル続く海岸で、名称天然記念物にも指定されており、夏は海水浴客が多く集まるところである。また、日本海に沈む夕日の名所としても知られている。新潟県村上市。 芦屋付近山形県鶴岡市商業部付近、ありがとうございます。